横浜駅です。大阪から10時間よく来たぜ。さあ南改札、あ、中央改札です。横浜っていうとね、必ず食べに行く蕎麦屋がいます。そこ行こう。これさすが関東圏だよね。15両編成だもんね。で人が多い。大阪は、大阪市は270万人ですけど、横浜市は370万人。さらに東京や川崎やら、この辺は、ね、全然レベルが違うよね。東側がルミネとかポルタとか。でね、今度ね、西口に、新しい駅ビルがこれほらできたんだ。東急デパートだったんだよね。これ東鉄ジョンや。わあ、新しい横浜の駅ビル。昔東横線がそこ入ってる。これ出口がまたすごいよね。これ中央口が出れるのか。これこっちは京浜急行なんだけど、今日はね、乗らない。明日。これはね、これ横浜駅すごいよな。これ、パークタワーだね。ね、JR 横浜タワー。で、これが、昔こう、行きにくかったね、ダイヤモンド地下街。横浜、JR 横浜タワー。ここは遊林堂だ。そう、横浜の本屋さんっていうと遊林堂だよ。で、そう、教科書が入ったとかね、必ず買いに来たもんな。で、理工学系はね、こっちなんだよ。そう、こっちは行かないけどね。ダイヤモンド地下街。ここから先はね、だいぶ。あのマニアックな人しか来ないかな。で、ベイスターズショップ、ね、それ今年はダメだったね。いつもダメだけど、ね、今年は大阪が優勝したね。うん、じゃこの先がいよいよ大物の近い終点、うん、このスリーコインのところ脇に入っていくと天理ビル、はい、で日本一短いエスカレーターみたいな川崎にもあったのか、すごいのがね、はい、こっち上がるとあります。よいしょ。あ、金沢カレーってゴーゴーカレーじゃないか。違うよね。違う。いや、ここだ。もうね、見ないでいるよね。着いたぜ。ここだ。ここでそば食わないと気が済まないぜ。はい、少しね、値上がっちゃったかな。全部で670円。盛りそばの大盛りと天ぷら、イカ天で670円。はい。でね、年越しのおそばが500円。はい、でね、結構ね、あのちょっと味があるよね、あの作りが、お蕎麦屋さんって感じで。来ました。で、麺はね、ほんと茹でたてでね、つらつらしてる。はい、美味しそうです。じゃあいただきます。お、これすごいよね。絵を考えて描くって、これは一周できるのかな。すごい。これは探偵。これはね、遊林堂。横浜ではこういうのが流行ってるの。これはフジテレビなんか。ああ、こんなん流行ってるんですね。すごいね、横浜駅。